こんにちは。今日はですね、マイナーの使い方、ということで、いろいろ今まで動画出してきてですね、練習生もですね、200人弱かな、いてですね、楽しくやってるんですけども、と同じような質問が結構来ててですね、オープンチャットでも結構なんかこう話題になって、意外とね、みんな混乱してることがあったので、今日はね、動画にまとめてみました。マイナーのコードの使い方というかね、マイナーの時にどういうメロディーとか、どんな音を使って、たらいいのかとか、いろんな推測をしたりですね、議論がですね巻き起こってて、ちょっと意外だったんですけど、まあすごい同じような質問があってですね、ここ引っかかるんだなっていうのが、面白かったんですけども、せっかくなのでまとめてみたいなと思います。過去の動画で全部実はやってるんですけど、動画もねたくさんになってきたので、まあもう一回まとめてもいいかなと思います。まず一つ目ですね。マッコイタイナーの回で、C マイナーコードに C ドリアンを適用し、よどを積み重ねていますが、なぜマイナースケールではないのでしょうか。3つのマイナースケールがあるんですが、みたいなことですね。まあ、こんなような質問がたくさん来てたんですけども、みんなマイナーだけ切り取ってですね、切り離して考えてるんだなと、未だに思ってですね、僕が動画で言ってることがあんまり伝わってないなっていう感じなんですけども、まあ、いわばみんなこのマイナーに対して、いや、もうこうだ、ドリアンがどうのこうの、いや、このマイナー、メジャー、なんちゃら、ハーモニック、なんちゃらマイナースケール、なんちゃらがどうのこうのとか、みんな言うてるんですけど、それ、まあ、ここの場所はですね、実践で使うものだけを紹介するっていうコンセプトなんですけども、なんかまあ僕 話を聞いてるとですね、そのでんぐり返しができないのに爆注しようとしてるというか、いや別にいいんですよ、そのマイナー、メロディック、なんちゃら、うんちゃら、かんちゃら、マイナー、それは別に使えばいいんですけど、個人的に。まあでもまずそのでんぐり返しができるようになってから爆注を練習しないと、いきなり爆注を練習してもあまり意味ないのかなという感じですね。僕は実践で使ったことが今まで一度もないですし、まあ使わなくていいんじゃないかなということで、まあ、ほとんど 99.9% 以上の人は今日まとめる基本以上のことはやらなくていいと思いますし、まあ逆にそれ以上が必要な人はですね、本当にジャズの歴史を塗り替えるような演奏をどんどんしてもらってね、してもらえばいいんじゃないかなと思います。ミュンド、じゃあポイント今日はね6つにまとめましたが、まあまあさっきも言ったようにメジャーマイナーとか、関係ないです。マイナーが特別とかいうわけじゃないです。毎回一貫して言ってますけども、なるべく簡単に考えましょうと、基本をちゃんとして実践で使えるものだけなるべくシンプルに勉強しましょうといつも言ってますね。だからメジャーとかマイナーとかセブンスとかあんま関係ないです。もう全部一緒、全部一緒として考えてください。分けるとわけわからなくなるんで、あといつも言ってるように和音と、スケールも分けたらわけわからなくなるんで、一緒として捉えてます。それをね踏まえてですね、今回はマイナーをなぜかねみんなピックアップしたので、そのマイナーについて喋りますけども、ポイントを6つに、まとめてみました。6つのポイントがあるんですけども、先にね全部、言っちゃいます。1つ目、スケールは忘れましょう。2つ目、コードトーンを弾きましょう。3つ目、テンションを弾きましょう。9、11、13ですね。4つ目、2と3を混ぜましょう。つまりコードトーンとテンションを混ぜましょうと。で、5つ目、違和感を感じたら曲のキーを確認しましょう。で、6つ目、半音ずらしてキーの音にしましょう。これだけです。これだけ。これだけです。もう。他なんもない。そのマイナーメロディックさ、シャンチャラ、チャンチャラ、チャンチャカ、チャンチャカマイナー、ないです。ドリアン、ないです。全部一緒です。メジャーもマイナーもセブンも全部一緒。この6つのポイントでやればですね、もう 99.9%、いけます。はい、じゃあ行きましょう。ポイント1つ目、スケールは忘れましょう。これはもう いつも第1回からずっと言ってるんですけども、第1回から第10回ぐらいまでが、一応基礎となってます。ので、それを見てもらえればいいんですけども、いつも言ってますように、これ C メジャー7にこのなんちゃらかんちゃらスケール、なんちゃらスケールみたいな、ないです。スケールは忘れてくださいと。これがポイント1つ目ですね。そしてポイント2つ目、コードトーンを弾きましょう。何でもいいです。もう本当はメジャーもマイナーもセブンスも、くくりはないんですけど、全部一緒なんですけど、なぜかみんなマイナーをね、ピックアップするんですけども、何でもいいです。 C メジャー7は C メジャー7、コードトーンを弾きましょう。この覚えてますか、このハモる8つの塊をこういう風に弾いてもいいんだけども、これじゃあ汚くなるから1個飛ばしにしましょうとね。この1個飛ばしにしたら、和音になって綺麗だよねと、これがコードトーンと、これ4つ目まで出してきました。これがコードトーンです。これは C メジャー7ね。
これ明るい、この明るいのの3番目の音を、半音下げたら暗くなると。でメジャーセブン、これ、まあ、このまま上に積んできたハモるもの8つの塊を上に積んだらメジャーセブンが出てくるから、メジャーセブンが、まあ、基本の音なんだけども、これを半音下げたらセブンスになりますよと、ちょっと不安定な音になります。これだけです。メジャー、明るい、暗い、明るい、暗い、メジャーセブン、セブンス、メジャーセブン、セブンス、これだけですね。これがコードトーンでした。いいですか。これはもうメジャーも何回も言いますけど、メジャーもマイナーもセブンスも全部一緒です。だからメジャー、セブンだったらこうだし、セブンスだったらこうです。でこれ 3番目の音が、暗かったらマイナーです。暗い音になるんだけど、これその使い方に差はありません。全部一緒です。ここの場所ではね、そういう風に考えましょう。もうめんどくさいんで、実践でそんなこと考えてられないんで、全部ひとまとめにしましょう。全部一緒、 OK ですか。マイナーだからこういう使い方、違う使い方をするというのはありません。はい、 OK。 それで3つ目、テンションを弾きます。テンションはどうでしたか、何でしたか。このハモる8つの塊をこういう風に弾いたら汚いんだけども、1個ずつ飛ばしますと。ここまでをコードトーン、つまり素材ですね。お肉とか野菜とか、お魚とか、まあこれが素材、元の音ですね。それに調味料を振っていきましょうという話です。まあ詳しくはミューボーのね、1番から10番ぐらいを見て、詳しく見てもらえればいいかなと思います。復習です、全部。これのこういう風に弾くと汚いから、1個ずつ飛ばして上に飛ばしたと、上に積んでいったと。でさらにこれ、この使ってないこの音があるよね。だからこれはこういう風に弾いたら汚いから上に乗せましょうと。これがテンション、つまり調味料ですね。砂糖とか塩とか何でもいいけど、それが9、11、13です。これメジャーだろうがマイナーだろうが関係ないです。9、11、13、ただそれだけです。これで暗かったらこうです。暗くするのは3番目の音を暗くすると、半を下げるので、これがマイナーですね。マイナー、メイジャー、マイナー、マイナー、Cマイナー、メイジャーセブン。テンションは一緒です。調味料は一緒。全部塩は塩、ナインスはナインスです。塩は塩、塩味がします。ナインスはいつも同じ味がします。さ、ナインスの味がします。イレブンスはまあ別に唐辛子でもいいけど、唐辛子、イレブンスは常にイレブンスの味がすると。唐辛子を入れたら必ず辛くなります。砂糖、まあサーティンスを砂糖としましょうか。砂糖はいつどんなコードでサーティンスを入れても同じ味がします。同じ砂糖、甘くなります、必ず。わかりますか。だから音には素材と、調味料しかないです。で調味料は3種類しかないです。塩と唐辛子と、砂糖か。3種類しかない。だから 3色しかないですね。ただそれだけです。この素材の3つ目の音が半音下がればマイナーだし、これはメジャーセブンだけど、こっちが半音下がればセブンスになると。で、上は一緒です。Cマイナー。まあまあ、まず11がぶつかるとか、まあいろいろあるんですけど、まあ、これだけ、まあ基本はこれだけです。だから、9、11、13、これは Cmaj7 の9、11、13、これだけです。でこれは Cmaj7 の9、11、13、全部一緒です。でメイジャーで、このセブン、メイジャーセブンスが半音下がったらセブンスになります。これ C7 の9、11、13、これだけです。もうこれ以上は何もなりません。そして皆さんが今なぜか突っかかってるマイナー、これはマイナー7、まあ基本はマイナー7が多いですね。マイナー7、3番目を下げた、半音下げて暗くしてメジャー7を7でした。 C マイナー7、このマイナー7はどうやって弾くんですかと今、たくさん質問が来てるんですけど、一緒です。 C マイナー7、素材に9、11、13、これだけです。これだけです。これだけです。これにスケール、なんちゃらスケール、マイナー、ないです。これだけです。いいですか。これを同時に弾いたら和音です。バラバラに弾いたらメロディーです。これも前から言ってますね。だから同じものです。スケール、なんちゃらスケール、この時になんちゃらドリアン、なんちゃらリディアン、クロマティック、エクストリーム、ないです、そんなの。いや、まあまああるんですけど、まあそんなのはでんぐり返しができるようになってから爆注をしましょうという話で、爆注、僕今までの人生で僕一回も必要だったことないんですけど、それと同じように僕レベルのミュージシャンでは必要ないです。僕は一回も使ったことないです。なので爆注しなくていいんじゃないかと僕は思ってますし、ここにいる人はまあ実践的にまあその理論とかをね、ちゃんと学ぼうというコンセプトですので、もっとね、爆注したければその体操選手のとこに行けばいいのと同じようにですね、理論を学問的に勉強したければですね、すごい偉い人のとこに行ってですね、行けばいいと思うんですけども、ここは実践で使うものをやっていく場所ですので、これだけです。ミューボ、 OK ですか。簡単ですよね。
ここで3つまで来ました。1、スケールを忘れる。2、コードトーンを引く。3、テンションを引く。これだけです。それで、ポイント8つ目、2と3を混ぜる。コードトーンとテンションを混ぜていきますと。だからさっきも言ったように、同時に弾けばコード、バラバラに弾けばメロディーです。いいですか？関係ないです。メジャー、メジャー、 C メジャー7、C マイナーメジャー7です。 C マイナー7です。 C7、 全部一緒です。全部一緒です。コードトーンに9、11、13です。これだけです。簡単ですよね。でいつも言ってます、機能を考えると。だから当たり前ですけど、ナインスを弾いた時は塩味がします。ナインスの味がします。だからナインスのサウンドをメロディーで出してると言ってもいいでしょう。だからすごいこういうので混乱する人って勉強熱心な人と思うんですけど、いろんな理論書とか見て、いろんな人がいろんなこと言ってて、ごちゃごちゃになってるんですけども、まずでんぐり返しをしましょうと。まずは基本をやりましょうと。その上でまあどんなにややこしいことやってもいいんですけども、とりあえずここを押さえときましょう。ここが分からずにどん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 次のステップにみんな進んじゃってるんで、メロディーを作るのもアドリブソロをするのもそうです。アドリブソロは何をしてるかというと、ピアノの人に多いんですけど混乱するのって、ピアノってこうやっぱり和音をバンバン弾けちゃうからなんか感じづらいと思うんですけど、例えば歌の人とかサックスとかトランペットとか、音が1音しか同時に出ない人がハーモニーを出したい時に、このバラバラにスケールみたいなものを弾いて、 Cm だったら Cm7 感を出したいんだけど、同時に弾けないからコード感、ハーモニーが出るようなフレーズを弾いてハーモニーを表現してるんですよね。なのでピアニストってやっぱりバーンって弾けちゃうから、和音がこうでスケールはこうでとか やっちゃうんですけど、一緒なんです。これは曲作る時でもフレーズアレンジする時でも全部一緒です。例えばアレンジする時もベースがこう、この同じドミソファーミードミソファーって、例えばベースが弾いてたとしたら、もうキーボードがドミソファーを弾くともったいないですよね。だからこれはベースというベースのラインっていうのが独立してあるわけではなくて、みんなで一つのハーモニーを作ってると考えた方がいいですね。だからドミソファーって弾いてたら、まあこのこれはイレブンスの音ですけど、まあそれをまあフォローするのかフォローしないのかわからないですけど、まあ、僕だったら例えばこう弾くとかね、まあナインス足そうかみたいな、 Cm7 のところでベースがこう弾いてたとしたら、まあもちろんベースがルートを弾いてますから、まあルートはまあまああんま弾かなくてもいいですよね。僕割とたくさん弾いちゃう方なんですけど、まあまあ別に弾かなくてもいいです。だからその代わりにまあナインスを弾こうかみたいな。で、イレブンスはベースが出してるから別に出さなくてもいいかなみたいな。まあでも、ついていきたかったらまあ出してもいいけど、まあ同じことですからね。まあ弾かないで厚みを出した方がいいのか、とかあえて同じハーモニーを弾いてなんか一緒にいる感を出したいのか、とかね、いうふうに考えれるんですけども、なんかやっぱりこう分けてしまうとか、メロディーと和音っていうのは別物だと考える人が多いんですけども、まあまあここは最初からスケールというものは存在しないと、まあ便宜上スケールと言いますけども、分かりやすいようにコードとスケールは同じものだと散々何回も言ってます。和音イコールメロディーです。かっこいい響きイコールかっこいいメロディーと考えていただいて大丈夫です。この感覚がないとやっぱ行きずるまりますので、メロディーを作る上でも、まあここはジャズの場所ではないですけども、まあ、ジャズのソロを取る時にもやっぱりハーモニーを演奏するという感覚がないと行き詰まりますので、同じものだということですね。まあこの基本を忘れないようにしてください。なのでマイナーは別だという話は一回も出てきてません。一回も出てきてないです。メジャーもマイナーもセブンスも同じです。同じテンションを使ってて、そのコードトーン素材が変わっていくだけなんで、ドレミファソラシドだったのがマイナーにしたらここだけ変わるという、ここだけ変わって C7 の時はここだけ変わると、素材だけが変わるという、ただそれだけです。
いいですか。1個のことしか言ってないです。でもこれをこうわけわかんなくなっちゃうんですよね。なんかね、勉強熱心な人ほど深読みしてわけわかんなくなってしまうっていうね、不思議な感じですけども、もう一回整理してもらえばと思います。これポイント4つまで来ました。2と3を混ぜますね。そして、ポイント5つ目、違和感を感じたら曲のキーを確認する。ここで多分つまずいてるんだと思います。多分みんなね、これだけのはずなのに、そのいろんなスケールの名前をつけて一個ずつ覚えるからわけわからなくなるし、その実践のスピードで考えられないですよね。一個例を出しましょう。まあまあ、なんでしょう、まあここは全然ジャズの場所じゃないんですけど、やってることがジャズ理論なので、ここの場合ね、まあジャズの曲でやりますか。例えば枯葉って、まあ G マイナーの曲ですけど、まあまあわかりやすく B フラットにしましょうか。 B フラットメジャーと G マイナーは同じですから、 B フラットメジャーの曲だとしましょうか。 B フラットメジャーはこうですよね。これ全部いいですよね。全部ドレミファソラシなんだけど、高さだけが違うと。だから全く同じものだっていうのは最初の動画でやったんですけども、まあまあ忘れてる人いたら確認してください。なので B フラットは高さが違うだけです。全部一緒です。なんで C メジャーと形が変わっているように見えるかというと、ここの半音がないからですね。これなんかまあバイオンの関係かなんかわからんけど、あの計算で出したらここの2つがないんですね、発黒鍵がね。なんでか知らんけど、まあ計算したんでしょう。でここの2つがないから形が変わって見えるんだけども、全く同じです。だからコードトーン、メジャー7でコードトーンの上に9、9、11、13があると。まあ11ぶつかってるけどね。でこれをセブンスにしたらこうですよね。まあ11ぶつかってるけど、でマイナーセブンにしたらこうです。でも一緒です。だからメロディーを作ったりソロしたかったら1音ずつ弾くわけですよね。セブンスだったらこうだけが変わるから、こうだけが変わると、あとは全部一緒。まあ素材しか変わらないですからね。でマイナーになったら素材のここだけが変わると、あと全部一緒。9、11、13ですね。でマイナー、メイジャー7だったらここまで一緒だけどこうなると、9、11、13、それだけですね。これだけです。なのでまあ B フラットの曲なんですけどなんでみんなマイナーで混乱してるかというと、コードに対してはナチュラルな音でも、その全体のキー調ですね、そのキーに対しては外れてる場合があるんです。例えばじゃあその枯葉で見てみますか。これはまあ B フラットの曲ですね。で最初、一番最初から出てきました、これ Cm7 ですね。これはまあ普通に9、11、13を出してみましょう。そしたらこうなりますね。これがドリアンスケールみたいなの言われてますから、そんなのは全然何回も言いますけど覚えなくていいです。1、3、5、7で9、10、11、9、11、13、普通ですね。普通です。何もメジャーの時とセブンスの時と何も変わりません。じゃあこれを、これは B フラットのキーですから、 B フラットのキーとしてみると C とミがフラットですね。 C とミが黒鍵ですね。これがキーです。曲全体の調が B フラットです。そうなると、じゃあこのテンションを見てみましょう。テンションは Cm7 だと9、11、13でレ、ファ、ラですから、これを見ると全部このキーのキー、 B フラットのキーの中に入ってますよね。 C と Mi だけが黒鍵なんで、 C も Mi も入ってないですから、これは Cm7 コードとしても綺麗だし、全体の調、全体のキーとしても綺麗なんです。だから普通にこういう風に弾いて違和感なく弾けます。いいですか。じゃあ次行きましょう。ここまあフラット5になってますけど、フラット5ややこしいな、普通にしておきましょうかまあマイナフラット5については後で触れます。まあ同じことなんですけども、まあちょっとややこしいので普通にしておきましょう。 Am7 のじゃあ9、11、13一緒です。こうなりますね。じゃあこれを見てみると、この9、11、13は Am にしてはハモりますね。綺麗にハモります。9、11、13なんで当たり前なんですけど、でもじゃあこれキーとしてどうかと、キーとしてどうかというと、このキーは B フラットなんでこうですよね。だから C と Mi が黒鍵なのに、あれ C が白鍵ですね。で
ファが黒鍵ですね。ってことはこの C とファ、つまり 9th と 13th は Am にしては綺麗にハモるけども全体としては浮き出ます。わかりますか？使えるんですよ、もちろん。使えますが B は浮き出ます。なぜなら全体のキーの音は B フラットだからですね。わかりますか？ここで多分突っかかるんです。だからあれ、なんか9、11、11、13なのに使えないなと。でそこで出てくるのがポイント6つ目ですね。半音ずらしてキーの音にする、これだけです。これだけ。もうほんとこれだけ。なんかややこしく考えすぎだ。なんでなんですかね。めっちゃ簡単なんですけどね。だから違和感を持って、まあ僕はナイス好きです。あの飛び出てわざと飛び出させますね。だからこうドヤ顔でとかやるんですけど、これが飛び出て嫌な人は半音ずらしましょうね。半音上に上げるとあのマイナーになっちゃいますね。マイナーサードになっちゃう。これ使えないですね。でも半音下げましょう。これフラットナインスですね。そうするとコードに対してはぶつかるんですけども、キーに対して、全体の調に対してはキーの音になる、その調の音になるから自然になります。だからどっちを取ってもいいんですよ、どっちを取ってもいいんです。だからこの場合、この曲のこの場所で出てくる Am7 の時はフラットナインスにしても使えるということです。これをなんかなんかのなんか名前がついてる、なんちゃらエレクストリーム、スーパーウルトラなんちゃらスケールみたいなのがついてるんですけど、それは覚えなくてもいいです。なぜならじゃあこのスーパーウルトラエクストリームスケールはこのなんか第3度下のなんちゃらのスーパーパワーの時に使えるみたいな、いやそんなん考えてらんないでしょ。だからコードトーン、テンションでやっといて、違和感があったら半をずらしてキーの音にしましょう。これだけです。これだけ、これで全て対応できます。 99.9% 対応できます。これでこれだけです。だからんーなんかおかしいな、 Am7 の時にんーなんかナインスが浮き出るなと思ったら半音ずらしてキーの音にすると、あ、なんで浮き出るのかと思ったら、コードトーンに対してはとてもハモってる、綺麗にハモるけども全体の調としては外れてるから、この全体のキーに合わせましょうと。僕にとってはとてもいい先輩なんだけど、あのチーム全体からしたらやっぱり浮いちゃうから、やっぱそこは直してもらわないとダメだよね。個人的には好きなんだけどね、あの先輩みたいな感じです。だからこの個人的には好きなんだけどこの先輩、でも全体としては浮いてるよねっていうのを分かってあげると、サーティンス、僕はあんまサーティンス好きじゃないんだよな。まあだから好みもありますよ、ね。うん、ナインス好きだ。あんまりでも僕フラットナインス使わないな。まあでもフラットナインス使うんだったらこっちもフラットサーティンスにしちゃいたいな。まあ、だからこっちもやるんだったらこのサーティンスもフラットにしちゃいたいね。そうだからさっき言ったように9、11、13が基本なんだけども、11はコードにも合ってるし全体の調にも合ってますね。こう全体の調はこうだからレはナチュラル入ってますね。だけどファ、さっき言ったようにファのシャープが全体のキーからは外れてると、コードに対しては合ってる、個人的にはこの人いい人なんだけど全体の調和を乱してるよねっていうことですね。だからこれも一緒で、半を上げるとセブンスになっちゃうんで半を下げます。まあフラットサーティンスではないんですけども、フラットサーティンスと同じ音になりますね。だからこのコードに Am7 に対しては実はぶつかってるフラットサーティンスなんですけども、この場合はなんか F みたいになってなんか綺麗になりますけどね。でも調としては合ってるのでサーティンスじゃないんだけども、サーティンスからずらした方が自然に聞こえる場合があると、いうことですね。 OK ですか？簡単でしょ。ミュート、もう一回言います。スケールを忘れてコードトーンを弾きますと、テンション9、11、13しかありません。
9、11、13を弾きます。なぜならハモる8つの塊を全部使いたいからね。で、まあそれを混ぜて使って楽しくやってるんだけども、出てくる場所によっては9、11、13、特にマイナーですね。マイナーの9、11、13が全体のキーの音に入ってない時があるから、その時はずらしましょうということです。僕はでもね、マイナー7を無理やり9数入れるの好きなんですよね。キーとぶつかってても。かっこいいよね。さすがに13スはきついかな。あ、まあ別にいいか。なのでまあまあそういう意味ではまあ選択肢があるのかもしれないですけども、まあさっきも言うようにいろんなスケールを覚えてもまあ別に無駄とは言わないですけども、宙返りみたいなもんなんで、基本はこれだと。まあそれにいろいろ名前がついてますと。でその名前をつけてどん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 掘り下げていくと、より面白い使い方ができるんですけども、このマイナーの使い方があんまり分かってない人はそんなに難しいことをいくよりもまず基本をやった方がいいんじゃないのかなと思いますし、僕はこれしか使ってないです。キーに対して弾くのか、コードに対して弾くのかを考えるだけで全ていけてますので、まあこれでいいんじゃないですか。だからまあこの最初の人ですね、第51回のよくわかるフォースコードで、なんでマイナースケールを使ってないのかっていうと、まあマイナースケールなんてことは考えてないということですね。9、11、13が基本ですということです。まあまあでもまあまあそうは言ってもですね、まあたくさん例外があるのでややこしくなると思うんですけど、モードの場合はですね、9、11、13をドリアンね、まあみんな好きなんか言ってますよね。なんドリアンって何やねん。チーズいっぱい乗せてオーブンで焼くやつかと僕いつも思うんですけど、まあこのモードというのはもう全て完璧にやって人神々の遊びというか、まあ1コードと完璧ですと、もう9、11、13完璧ですと、もうこれを使いこなしてコードトーンを和音ハーモニーを表現するのももう完璧だと、もう完璧すぎてつまんないと、なんか新しいもっと次のステップの刺激的なものないかって言って基本を壊して作ったのがモードですから、別にまあやってもいいんですけど、まあドリアンスケールを基準にしてコードトーンという概念をなくしてキーだけがあると、そのハーモニーだけがあってそこで自由に遊べるよねっていう次のステップ、神々の遊びなので、まあそのなんでしょうね、1たす1がまだ分かってないのに、その高校生とか大学生の数字が出てこない、数学をやるみたいな、数字が出てこないのが本当の数学だよ。まあそれはそうなんでしょうけども、まず数字が出てくる算数を勉強して、もうそれがもう完璧すぎてもうつまらなくなったら、まあじゃあそのね文字だけを使って数字の出てこない数学になればいいと思うんですけど、まあ正しいですよ、そのきっと正しいんでしょう。数字が出てくるものは数学ではないと、数字が出てこなくなってからが本番の数学なのかもしれません。僕は分かんないですけど、まあそんなことを小耳に挟んだんですけど、でも僕は数学っていうかね、そういうのは超素人なので、僕がじゃあ数学をやりたいと思ったらまずやっぱり算数からやって、普通のね数字の計算をできるようにならないと文字だけの数学は理解できないんじゃないかなと思います。だからまあまあこの質問に答えるならば、そのモードというのはね、9、11、13という基本のものを使って、それをコードに対してのテンション、コードに対しての調味料としてではなく、全部を一つのものとして全く新しいコンセプトで曲を演奏しようというのがコンセプトだと僕は捉えてますので、まあモードをやりたければまあやってもいいですし、まあこの51回のやつをやってもらえばいいんですけども、まあまあ基本をね知っておきましょうと、それで十分ですよという話でした。さっきマイナー7フラット5について出てきたんですけども、まあこれに対しての質問もあります来てるので、まあそれに答えようかなと思いますが、まあちょっとさすがに長くなりすぎたので、ここから先はですねミューボに移ってですねやっていこうかなと思います。アメリカで使われてる音楽の実践で使われてるものだけをですね分かりやすく解説してる、サブスクの動画サービスになっております。月額980円で過去動画有料動画すべて見放題で質問もできるようになってます。オープンチャットもあってね、みんなでああだこうだ言いながら練習してるようです。
ね、楽しくやってますので、ぜひね、興味がある方は下の概要欄の続きはこちらというところから入会してみてください。20日間、最初20日間無料で、チャレンジできます。そしてですね、今回のことも含めですね、やっぱり結構みんな会員増えてきたんですけども、逆に基本を知らずに後半のやつだけ見て入ってきた人も結構増えてきてですね、せっかくミーボーに入会してくれてるのに基礎がちゃんとはできてないっていう人が多くなってきました。これはちょっと嘆かわしいというか、ちょっと僕のコンセプトから外れますので、ということでですね、 Kindle の本完成しました。一応ですね、10月末までには出版しようかなと思うんですけども、もしかしたらちょっと遅くなるかもしれませんけど、まあ今年中にはね、絶対発売しようと思います。 Kindle の本でですね、このミューボの基礎編を分かりやすく図と文章でまとめた Kindle の本ですね。まあちょっと、まあ出しても、なんかこの辺出しておきますけど、画像をね、超実践音楽力というですね、ものを発売しますので、ぜひね、こちらも読んでもらって、こちら基礎をね、とりあえずこれで学んでもらって、そこからまあ好きな動画を見てもらえばいいのかなと思います。そしてですね、図解で解説してるんで分かりやすいと思うんですけども、それに対応したミューボの動画のリンクも同時に貼ってますので、動画で見ながら、まあその図とかね、図解で確認しながら基礎をとりあえずバチッとして、それでまあどんどん他の動画のね、面白いアイデアとかもね、取り入れててもらえばいいんじゃないかなと思います。ということで、まあ今年中にですね、発売します超実践音楽力ですね、ぜひこちらもチェックしてみてください。でもまず、まあとりあえずまだ発売されてないんで、ミューボでね、20日間無料で楽しんでもらえばいいかなと思います。それではちょっと、まあこの続きですね、オルタードの使い方とかもういろいろ質問が来てますので、まあその続きですね。オルタードはマイナーの時に使うって聞いたんだけど、メジャーでも使っていいんですかみたいな。まあこれもマイナーに関わる話ですね。なので、まあその辺に答えていきたいなと思います。それでは練習生の方は、後でお会いしましょう。ありがとうございます。はい。音楽の総合体験、ミューボという、自社サブスクをやっています。アメリカ音楽の第一線で、使われているアイデアを全てシェアしていきます。ここにしかない情報がたくさんあります。基礎や理論などですね、学びつつ、それをどうやって、自分の音楽に生かしていくのかっていうところまでサポートしていきます。月額税込み970円です。初回20日間無料ですので、気軽に参加してみてください。それではミューボでお待ちしております。ありがとうございます。